上原大地5月から1917年6月11日は日本の海軍軍人。第一次世界大戦で戦死した坂木の艦長である。最終階級は海軍中佐。山口県出身。大鳥城義塾を経て1900年海軍兵学校に進み、1903年卒業。同期に加藤隆義、長谷川清。 及川小四郎らがいる。兵学校卒業後、遠洋航海の前段である、内地航海に出発したが、日露戦争の海戦により急遽、八島乗組となり、実戦に参加。しかし、八島は、旅順航海において、植来し沈没。上原は、富士に天井となる。海軍少尉に任官し、赤城を経て、五福島乗組として、日本海海戦に参戦した。 クレ海兵団、比叡、相模、薩摩、横須賀伏設隊の、各分隊長、第9艇隊長、佐々波駆逐艦長を務めたほか、海軍大学校をつし海軍水雷学校高等科を修了している。吹雪駆逐艦長として第1次世界大戦を迎え、詳細進級。坂木駆逐艦長として、地中海で連合国艦船の護衛任務に従事。 オーストリア・ハンガリー帝国潜水艦 U-27 の来撃を受け、上原は戦死した。トランシルバニア上院を救助した、坂木、坂木の属す第二特務艦隊は、日英同盟を結んでいた、イギリスの要請を受けて編成され、地中海方面で連合国艦船の護衛に従事した。1917年4月26日、坂木は、第11駆逐隊の領艦。 松と共に、総員3266名、武器谷役を満載した大型客船、トランスシルバニアの護衛に当たった。イタリアサナポ沖で同船は、来撃を受け撃沈されたが、坂木、松は、イタリア駆逐艦らと共同市乗員約3000名を救助した。護衛対象を撃沈されながらも多くの人命を救ったことに連合国は感謝し、上原。 くちくたい令、横次上に他将兵27名が、イギリス国王ジョージ5世から除訓された。同年6月11日、坂木、松は、護衛任務を終え、マルタ島駅艦の都に着いたが、坂木見張り委員は、敵潜水艦の潜望鏡を発見。上原は回避命令と同時に砲撃を命じたが、間に合わず、魚雷が命中。上原は海中に投げ出され戦死した。 戦死者は上原、駆逐大機艦長、竹垣純二以下59名であった。坂木は、イギリス交渉で、修理の上最終駅、艦長は、鎌田誠さんが引き継いだ。山口県大鳥城高等学校、宇部大鳥城高等学校の前身、横地司令外杉坂上院に、英国勲章伝達式、海戦士に学ぶ、地中海のドイツ潜水艦船と、日本、 海藻の日本海軍、坂の常吉、第一次世界大戦における、第二特務艦隊地中海遠征期では6月10日となっている。漢方第1470号、大正6年6月26日。漢方第6387号、除任及び、事例1904年10月12日。ありがとうございます。